皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の貴子録のテーマはやりたいことに忠実に生きようということについてお伝えしていきたいと思います。夢とか希望っていうのは皆さんねいろいろあると思うんですよ。で、おそらくこういう自分でいたいとかこういうことをやりたいとかっていうことも、考える時ってあると思うんですよね。で、その時にですねやりたいことに忠実に生きるっていうのは案外難しいと思っている人も多いと思うんです。なぜならばいろんなことが障害になって出てくるからなんですよね。例えばそれが時間がないっていう障害になる場合もあるし、お金がないっていう障害があるかもしれないし、例えば、妻とか母親とかそういう立場としてそれはやれないとかっていうそういうものもねあるかもしれないんです。だけれども自分がそれを本当にやりたいというふうに思ってその場で一瞬ですぐに叶わなかったとしても時間をかけて時期を見計らって強い思いを持って努力をし続ければ基本必ず叶うんですよね。だからやりたいことに忠実に生きようっていうのはその時にその気持ちに蓋をするんじゃなくてその気持ちを持続しつついつか必ずそれを叶えるという前提で小さな努力をし続けるとある時パッと道が開ける時ってあるんですよね。だから私、生きてきてね50超えてますけれども大概やりたいしたいっていうことはほとんどやれているんですよね。例えば、小さい話かもしれないですけどね自分の家を持つって言ってマンションを買うとかですね会社の社長になるって言って社長になってでそれ社長になるのは社長っていう職業になりたかったわけじゃなくて自分で決済をして自分でサービスを作って必要な人に提供できる体制っていうことを考えた時には社長が一番手っ取り早かったんで社長になりたいというふうに思ったんですよね。いろいろこうたくさんの人間がいてその決済とかねいろんな取締役会とかっていう話をしてっていうのが面倒だと思ったっていうのが多いんですけどね。あと本を書きたい作家になるって言えば本ももう今度3冊目とかになりますし作家にもなってます。でやりたいと思う職業、インテリアコーディネーターとかもやりましたし旅行業もやったし、ただそうですねまだ世界旅行っていうのはできてないからこれはあと命があるうちのどこかでできればいいかなっていうふうには思ってるんですけどね。でそう考えるといやそれは特別だからとかっていうことも言われますけれどもいや私特別じゃないですよ。ただ一つ言えるのはやりたいことに忠実に生きてきてそのための努力は惜しんでいないということは言えます。努力を例えば20年とかねし続けたらなんか大概のこと叶うと思っていてで私一番時間かかったのは母を自分のね稼いだお金でフランス旅行に連れていくっていうのは25年越しでした。お金自体は もっと手前で作ることはできたんですけど母も私も仕事をしていたので忙しくて日程がなかなかね合わせられなかったんですよね。それもあってようやっと夢が叶ったのは25年後でした。多分その後のは加齢に伴って体の膝に水が溜まるとかですねいろんな状況が母の方に出てきてロングフライトで海外旅行一緒に行けるっていうのはもう多分ないかなって思っている。行ければね一緒に行こうとは思ってるんですけど親孝行でね。そう考えると25年越しですよ。それでも叶うものは叶うのでって考えるとですねやりたいことって諦めない限りは叶う。だからやりたいことに忠実に生きた方がよくって、でしかも寿命って自分が考えてるように寿命の終わりが来るとも限らないのである時突然ね何か命が終わるっていうことだって今の世の中何が起きても不思議ではないので、そう考えるとやりたいことに忠実に生きる方がその時に後悔しない
生き方としてねできるかなっていうふうに思ってるんです。だから自分の中に自分の思いを押し込めて殺してしまってる人は解放してすぐにできないことがあるかもしれないけど、それを一つ一つ着実に前に進めていってるといつか必ずね叶うだろうっていうふうに思っていて、実際に自分がそうしてきてるので皆さんにねそういう思いはお伝えしたいなと思って、こちらの方をお伝えいたしました。やりたいことに忠実に生きてみましょう。それでは。